皆さんこんにちは、なるほど店です。今日も忘れないで大人になってもで遊んでいきます。さあ、続きからですね。確か駅前のどこかに行くんです。スーパーでしたっけ。あ、試食するんでした。そうでした。試食させてください。安いよ安いよ、野菜が安いよ、安いよと持ってきてロボット。今日は大根が大特価だ、大根が大国家、大特価でした。最近試食やっぱなんか少なくなったような気がしますけど、あれ入れない。あれこの子、あ、この子じゃなかった、おじさん、土の子おじさん、すごい。ん、なんだ、課金ちょっと。おじさん、土の子ハンターなんですよねと。なんだ、俺のファンかと。ファンですか、ファンですと。ファンですと。おお、そうかそうか、サインをあるんですね。土の子って書くんですかね、もしかして。あ、書くのもなんもないやと。また今度なと。で、俺に何の用だと。僕たちも土の子を探してるんですと。土の子の取り方を教えてほしくて。なんかあるんですかね。残念ながら企業秘密。ネズミ取りみたいなのですかね。土の子取り。と。お知らせないだろ。万が一お前らが捕まえちまったらと。まあ、確かにそうですね。懸賞金横取りされるだろうがって。懸賞金があるんですね。まあでも一躍有名人でしょうね。懸賞金と。土の子を捕まえるとお金がもらえるんだと。たんまりなと。でも土の子ハンターさんはたくさんの土の子を捕まえているわけだから、一匹ぐらい僕らが捕まえても構いませんよねと。なんだってと。そうだそうだと。でもあれですよね、絶滅してたって思われてた生き物とかたまに見つかったりしますよね。なんか芸能人の方が見つけられたっていうのも聞いたことありますけど。じゃあ今から言うものを持ってこれたら、土の子の秘密を教えてやると。やったーと。やったーとテンションが、そうだな、まずは酒が欲しいなと。酒が欲しいと。酒なら何でもいいだと。俺は用事があるんだ。一丁目のタバコ屋で待ってるから、用意できたらそこまで持ってこいよと。いや、私ワンカップ小結び持ってるんですよ、確か。前々回の動画でゲットしてますけど。お墓ですよね、いわゆる。この置いていいですかね。お酒を探してきて渡そうと。まあ商店街の酒屋さんもスーパーでも今売ってますけどね。まあ要はあれですよね、お酒の免許を持ってたら販売できるんですよ。販売免許でしたっけ。さあ、こっちはもう電車しかないから。おお、和菓子屋さんにですね、お菓子って書いてる。お菓子ですね。まさしくそう思って、まだ言っていらっしゃる。もういらっしゃらないんじゃないですかね。まあ多分いない確率 80% のイルスの確率 20% ぐらいですかね。お、電話機。おお、懐かしい。このくるくる回すタイプですよ。一回回すとガチャ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 って戻るんですよね。いやー、昔ありましたね、黒電話でしたけど。さあ、おじさん、なんだお前ら早かったの。どこでもらえばいいんですかと。そんなの自分で考えなと。ああ、腹減ったのと。あの食堂美味しいんだよなと。おばちゃんの食堂ですね。大体食堂おばちゃんなんですかね。いやー、食堂も美味しいですよね。行きたいですね。さあ、ちょっと話しましょう。あ、酒屋さんが目の前にありますね。カゴがありますね。懐かしい。ビール瓶が入ってるカゴですよね、これ。まあ、焼酎とかも入ってますか。まさか落ちてたりしますかね。ここにお酒の瓶かと。ダメだ、全部空き瓶だと。もし空き瓶じゃなくたって勝手に持っていくのはダメだよと。そんなことしないよと。ってことはやっぱりあれですかね。行きますか。お墓に、お墓に。お供え物のお酒ですかね。大体花とかお酒とかですかね。たまに和菓子もありますね。なんか変わったの置いてあるのってありますかね。あんまり他の方のお墓見ないからですね。ああ、戻っちゃった。さあ、ここのおでん屋さんとか。お酒ありそうですけど。さあ、土の子と今の銭湯の夢と何か関係あるんですかね。つながりが。神社とかもありそうですけどね。あ、おばちゃんに最初にお酒ください。
お酒が待ってたりしませんか、分けてほしくと、土の子ハンターにと、大人に頼まれましたと、大人に、うん、確かにうちは食堂だからお酒もあるにあるけど、なんていうお酒かなと、何でもいいって言ってましたと、お料理に使うのかしら、それなら分けてあげられるお酒があるべえと、ちょっと待っててねと。料理用のお酒って何か違うんですかね。私料理でお酒使わないですね、そういえば。お待たせ、はい、これ余っちゃってたのと。来ました、みりんですね。そう、みりん。みりんって飲めるんですか、わかんない。まあでも、料理だったらみりんですよね。お酒じゃないじゃないか。実はね、みりんはお酒なんですと。そうなのと、そうなの。だから安心して持って帰ってと。ありがとうございます。何でもいいって言ってたしねと。じゃあなんかあれですかね。みりんって文字隠して入って渡せばいいんじゃないですかね。他のラベル貼った他のラベル。何がいいですかね。みから始まるお酒って何かありますかね。私お酒の種類に詳しくないですけど。魔王とか、鍋島とか、久保田とか、そういえば去年のお父様に誕生日プレゼントじゃなくて、父の日ですか、もうすぐ父の日ですね、そういえば。今動画を撮りしてる、今週が確か父の日ですね。けど私はもうコーヒー豆プレゼントしちゃったから、豆の状態で渡したら、なんで豆って言われましたけど、一応、なるほど君、ミル持ってるからですね。コーヒー豆砕く。それ使ってって言ったら、そういえばあったねって言われましたね。はい、どうぞ、みりんです。あと、醤油も必要ですか？醤油とみりん。辻の子のことを教えてくださいと、いただきますと。ごくごくと。ごくごくと。そんなに大量に大丈夫ですかね？みりんだこれってわかるんですね。食堂の人がお酒だって言ってました。教えてください、土の子の秘密をと。みりんじゃダメだ。でももう酒はいらんと。みりんも悪くはなかったからなと。今は猛烈に酒が欲しいぞと。駄菓子屋さんですかね。ちゃんと持ってきたら土の子の秘密を教えてくださいね。分かった分かった。ほら10円と。うまい棒さんからですよね。あと、すだこさんとか、かばやき太郎くんですかね。買えますけど。ああ、10円のガムも買えますね。昔、あれがあったんですよ。5円チョコっていうのがあったんですよ。チロルチョコさんも10円ですけど、5円玉の形したチョコがあったんですよね。今そういえば見ないですね。なくなっちゃったんですかね。寂しいですね。いや、でも図鑑でなんかチロルチョコさんあたり出てきそうですけど。いや、そういえば駄菓子屋さんのお菓子って結構、当たりくじが入ってるお菓子多いですよね。さっきの10円ガムで思い出しましたけど、普通に、あ、なんかある、調べる。おお、元気発、は、爆発だった。オロビタン D とリポビタン C となんかいろいろ違うけど、いや、やっぱ当たったら嬉しいですよね。私多分なんか2回3連続ぐらいなんか同じお菓子で当たったことあるんですよね。おばちゃん当たったよって言って渡して、吐いて開けて食べたらまた当たったよって、おばちゃんから怪しまれるというね。いや、でもちなみに当たり悪いですからね。他の店に持って行って交換するのは基本的に NG ですので、皆さん気をつけてくださいね。買ったお店で、ちゃんと交換してくださいね。まあ、なぜなら当たりのちゃんと個数が決まってるので、まあ死活問題になっちゃいますので、ここにこよう。あんた気をつけないよと。あの鼻のあたり毎日毎朝犬ごしっこしてるからと。蜜を吸うやつの気が知れないと。いや、まあ確かに怖いですね。あ、おばちゃん。もう忘れないおばちゃんをみたいなタイトルになりそうなぐらい、おばちゃんにたくさん会ってる。亡くなってる前はたのにと。あの先いいかと。ないよ、売れちまったからねと。次から欲しいものがあったらさっさと買うんだねと。そんなと。あれ、おばちゃんと。なんだよと。先イカ食べてると。なんだ、私が食べちゃいけないのかいと。お願いします。それでいいってこと。譲ってくださいと。いやだよ、なんで食べてるものを取らなきゃいけないんだよと。10円ありますと。先イカは15円だよと。人助けなんですと。どうしても先イカが必要なんですと。それを先に言ってくださいと。先イカだけに先に言ってと。なら今から出す問題を正解したら、この最後の先イカを譲ってやろうじゃないかと。なんでよそれ。なんで答えなきゃいけないのさと。うるさいねと。私は子供を困らせるのが生きがいなんだよと。駄菓子屋さんなのに。嫌ならやめてもいいんだよと。どうする、帰るかいと。やりますと。
やりますと。じゃあ行くよと。さあ、いいですよ。クイズ、数々のクイズ。私は解いてきてますからね。バタークイズ、第1問と。鏡町1丁目、タバコ屋さん、向かって右の。え？タバコ屋さん、お酒屋さんではない。本屋さん。トキヤ、じゃあ、トリノさん。ピンポーンと。さすが。さすが私。1問ってことは2問があるってこと？わあ、2問目。銭湯の男に、あ、これ見ましたね。富士山。お願い。2問で終わって。だいたい3問形式、クイズ。ひどいと5問。あ、よかった。最後のクイズ。難しいでヒート。ともやの店の看板に描かれているものを向かって左から順に答えなさい。何これ？ちょっと動画見直してきていいですか？前回の動画見直していきます。さあ、今見直してみました。前回の載ってなかったんですけど、第5弾の第4章見知らぬ街編で、出てますね。こちら駅前の先ほどのスーパーがともやさんみたいです。で今、俯瞰した状態から遠くから見てますけど、魚、タコ、人参が左から順番に並んでるから一番下ですか、来ましたね。これはもう正解です。私はもう見てますから今正解で言って、さあ来ました。いや、ありがとうございます。やってやった、と。仕方ないね、約束は約束だと。おお、先イカ、先イカもらえるだけでこんなに嬉しくなるなんて。うん、明日スーパーで買って帰りますかね。ちょっと食べちゃってる。大丈夫でしょ。食べるほど味が染み渡ると。さあ、では、おじいちゃんに会いに行きますか。おじいさんに。さあ、では、セーブを一旦取って。さあ、では戻りましょう。うん、まだお昼ですかね。いいですね。天気良さそうですね。今動画を撮りしてる今日は6月16日で、今週梅雨になったんですけど、梅雨って書いて梅雨ですよね。梅雨なのにもうものすごく今暑いんですけど、昨年こんな暑かったですかね。いやー、やっぱ温暖化ですかね。しかもなんか今誰か喋りました。いや、まさかの怪奇現象、今怪奇現象起きました。基本的に BGM 以外に何かこのゲームあまりなんか出ないイメージあるんですけど、音が。さあ、おじさんいらっしゃった。さあ、先イカ。ちょっと面白いですけど、はい、先イカですと。土の子の秘密を教えてくださいと。さあ、何を教えてくださるんですかね。誰の食べかけてくれと。気のせいじゃないですかな。思い出んだと。はあ、しょうがねえ、男に濁まないと。よく聞け、大きな声で言わないからなと。土の子はなと。土の中にいるとか言ってますか。何ですかね。土の子は。精霊の子、土の子みたいな。蛇みたいな鱗なんだと。鱗？一個の鱗ですか。でと。もっと驚けよと。もう知ってるよ、そんなことと。もっと秘密な話を教えてよと。これ以上は企業秘密はもう知らんと。わあわあ。わかったわかったからと。本当に誰にも言うんじゃないぞと。土の子はなと、臭いものによってくるんだが、ただ臭きりゃいいってもんじゃないと。なんと人間の髪を燃やした匂いによってくるのさと。そうなんですか。そうなんです。知らなかったと。だが奴らはとっても素早いからな。手じゃ絶対に捕まえられねえのさと。だから土の子がいそうなジメッとしたところ、この辺だと、そうだな、墓の裏とかにネズミ捕りを仕掛けてパシッて捕まえる。おおと。こんなすごいことを聞いたってよかったのかなと。ふ、これ以上は泣いてもすがっても教えられないでと。ありがとうございます、土の子ハンターと。あとは僕たちで探しますと。検討いたると、ビシッと。かっこいい。敬礼はしてないですけど。もし見つけたら、懸賞金分けてくれるなと。うん、じゃあネズミ捕りが必要なんですかね。ネズミ捕りと人間の神かと。もう夕方だし、手分けして探そうかと。僕はネズミ捕りを持ってくるから。僕が人間の髪で、自分の髪ダメなの？う、どこにあるの、そんなのと。床屋さんとか行けばたくさん余ってるだろうし、すぐもらえるんじゃないと。あ、大量に燃やすんですか？
うう、分かったよと。じゃあ手に入れたらお墓に集合しようねと。うんと。1丁目でしたっけ？さっき動画見てたんですけど、どっか床屋さんありましたね。どこでしたっけ？まあ1丁目から探しますか。さあ、では夕方になってしまったので、今回の動画ですね、以上とさせていただきます。そんなこと言ってたら理髪店がありました、このところに。でもこの理髪店さん入れないみたいなので、以上とさせていただきます。ではご視聴ですね。ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。We'll be right back.